今回は、丈太郎はどうやって牢屋にビールを持ち込んだのかについて紹介していきます。それでは早速どうぞ。本当にどうやったんだよ。悪霊の仕事だよ。不良のレッテルを貼られている。いや、レッテルとかじゃなくてどうやったんだよ。スタープラチナがグイって折り広げて出て行って戻ってきてまたグイって元に戻したんだろう。近距離型のスタプラにビール取りに行かせるくらいに使いこなせてるけど。何するか完全に把握できてないから牢屋に引きこもるね。近距離型が自分の意思に反して遠く行ってちょっと欲しいと思ったもの勝手に盗んでくるのはだいぶ暴走してるよ。スタンドが勝手に持ってくるのはしょうがないけどそれ飲むのは不良扱いが妥当だよ。悪霊が悪さする、子は、悪霊をパシってジャンプとラジオ持ってこさせて牢屋でおとなしくしとこ。不良ではあるけど牢屋にとどまってる理由は俺に変な悪霊スタプラついてる、子は、他人に危害加えないようずっと無所にいよ、とかそんな感じだったな。ね、優しい子なんですよ。自分から勝手に入ってきて怪現象を利用して物をどんどん持ち込んでくるとでかい高校生とか怖すぎるわ。同じところに収監されてる囚人ほんとかわいそう。この登場インパクトありすぎだけど事情飲み込んだ後読み返すと周り中迷惑してるのが面白すぎる。迷惑かけないように自ら牢屋に入ったのに欲しいものをどんどん持ち込んで迷惑かけるのは不良感がある。何この飲み方。大統領もこの飲み方やってたな。荒木先生が好きなのかな。大統領もこの飲み方やってたっけ。一気飲みするために流行った飲み方らしいと聞いた。ショットガン飲みで検索だ。ショットガン飲みは普通にあると知ってたけどそういやこれくらいでしか見たことない気がする。明らかに射程範囲外に行ってるのは制御不能だからなのかな。スタプラの徘徊も初期の GE の反射も完全に制御できてないものだと思ってる。最初期のスタプラは喋るからな。アニメだと普通に丈太郎のセリフになってたな。あそこシルバーチャリオッツの例を見るに暴走したら有効範囲がなくなってかつその時主人が思ってた目的だけを意地でも達成する状態になるから。この時の丈太郎はビール飲みてって思ってた時にちょうどスタプラが暴走したんだろう。暴走してるから喋るし徘徊する独立した別人格みたいになってるというのは一応筋が通る気がする。スタンドが暴走状態でまともに動かせなかったので遠隔操作のように遠くまで行くことができた説。アブブルと戦って初めてビジョンを全体発言できるほどになった説というかどっかでそう説明されてたような。目覚めたての半暴走状態で射程距離が定まってなかったって。未熟な時期のスタンドはパワーが弱い代わりに射程は長い傾向があるよね。光一くんのエコーズも成長するにつれてパワーが上がった代償に射程は短くなってるし、普通は成長後に昔のスタンドに戻すような器用なことはできないんだろうね。スタープラチナが時間を止めて丈太郎担いで牢屋を往復したかもしれない。丈太郎はまだ入門してないから察知できなかった。ディオが時間停止能力を自覚してヒャースッゲー最強ジャンコレとハイになりジョナサンボディに精神のテンションが伝わりジョセフとちょっと遅れて丈太郎に連動した感じかな。ジョセフもアブブルと出会うまでめちゃくちゃ暴走してたかもしれんね。スパイスガールの初期がそんな状態だったんかなと、本人がスタンドを認識できていなくてコントロールはできず、そして喋る。でもダービー戦でもこの能力使ってなかったっけ。暴走状態のスタンドは基本射程距離の概念がないからね。本体の制御できるギリギリの距離が射程距離なのかもしれない。この飲み方何か元ネタあるの？飲みにくそうだけど。7部で大統領やってたやん。怪盗になってなくて草。西部開拓時代からあった文化ってことでは？荒木先生が漫画にした元ネタで荒木先生の漫画しかも後から書いたやつあげてどうするよ。史実ならともかく同じ作者の漫画で西部開拓時代からありました言われても仮に元ネタだとしても、それだと未来予知みたいのができること前提の説になっちゃうんだよな。西暦的には3部が後なんだ。現実と漫画の設定の区別くらいつけろとしか言えん。そもそも7部は一巡後の世界なのでは。昔の映画にでもあったんかね。ジェームス・ディーンが出てる系の映画。一応昔からある。缶のタブを開くことで上から空気が入って一気に流れ込んでくるっていう早飲みのための飲み方。まあコーラとかで真似しても、グビグビグビグッグビ。ゴフッゴフ。ああ、みたいに床に撒き散らすことになるけどな。ちゃんと飲み口から一気飲むするのと強制的に落ちてくるのではやはり違う。知り合いのホスト狂いの酒飲みの女の子がやってたわ。数人でやって一番遅かったやつがテキーラをショットで。漫画みたいなことしてんな。ジョジョだと小さく手書きで書かれてそう。そもそもよく飲もうと思ったわ。ジョジョあるある、最初の描写と能力が別物、サンドマンの砂とか。
カラーで見たらなんだあの帽子貫通するちょんまげは。すでに言われてるけど本体の制御下にないスタンドはいろいろ制限がないんだろうな。理性のストッパーがない動物スタンド使いのスタンドが強いのも同じ原理だと思ってる。自発的に話すだけじゃなくて勝手にジョルノのポテンシャルを値踏みしてた。スパイスガールほんと好き。同じ理屈で撮影全振りの岩人間。ストローの上塞ぐと水入ったまま持ち上げられるのと同じでプルタブを起こすまでは出ないのか。こういう地味に科学的な裏技を最初に思いついた人尊敬する。教師殴ったのも無線飲食したのも無意識のスタプラのせいだな。射程距離はこの際置いておくとしてもやっぱりスタープラチナがお店に行って勝手に万引きしてたってことか。冷蔵庫に俺が飲むビールがあったな。あ、今日は月曜日だからお袋がジャンプ買ってきてるはず。ちゃんとお金を置いてくるスタプラを想像してしまった。悪用だからな、払ってなさそう。ビール持ち込めるなら武器持ってけよ。コメントする前に叙情読め。この後脅威示すために拳銃奪って持ち込んだぞ。この頃のビールって美味しそうやね。初期の初期だからそこまで考えてなかったんだろうな。お前じゃないんだから制御できてたら牢屋にいなくてもいいし暴走してるんだろう。スタプラさんが無意識下でジョー太郎の欲しいものを持ってきてくれたんやろ。意識的に持ってこさせたわけじゃないんだろうけど、それはそれとして持ってきたものは使ってて可愛い。少年ジャンプを読みながらの警官のポーズ好き。ホビーアニメのイケー俺のってやつでこういうポーズありそう。まだ初期の頃やしそこはしゃあない。荒木はそこまで深く考えてないと思うよ。武水武水っていうか君がただの無能なだけでは。何言ってんだこいつ。作者の意図を見抜けなかったやつのセリフのコピペやから。逆に考えるとジョセフがここでアブブルをけしかけてジョー太郎の戦意を上げて制御させてなかったら SP が成長して暴走する危険性もあったのかな。うん、実際使い方を体で覚える必要があるってことでブ男を連れてきたわけだし。ウーバーイーツみたいな悪用。よく考えたらスタプラってめっちゃけなげだな。ブチ切れたらスタンドの射程距離が一気に伸びるって描写は三部後期でもあるしな。これは怒ってるわけじゃないけど精神コントロールが不安定な状態って意味では一致してるとも取れる。ディオの息子のうちのリキエルとベルタスは無自覚に発動したスタンドで苦しんでたりしたね。ジョー太郎は図太いから平気だったけどもっと幼くて繊細だったらスタプラが起こす暴力や盗難でも心を病みそう。目が覚めたら隣に欲しいなーって思ってたギターがあってハッピーな気分でいたらラジオから強盗殺人でギター店の店主が亡くなったってニュースが流れてくるかもしれないし。で、よく見たらギターに血がついてた。ホラー映画でよくありそうな展開だよね。荒木先生の着想は大抵ホラー映画だからね。ジョジョの世界の刑務所なら普通にビールとジャンプくらい置いてそうだけどな。攻撃力がとても低い状態で物を持つぐらいの能力しかないなら射程範囲は広そうだな。ジョー太郎が意識して自由に動かせる射程距離とは別に悪霊が忖度で動ける範囲があるんだきっと。できると思うことですぜ。スタンドという存在を知らず悪霊とかだと思ってたから幽霊ならこういうこともできるんじゃね？って考えてるうちに色々できてしまったのかもしれない。